この間、芦屋川を撮影してたんですが、以前撮影していた地点がですね、こちらは阪急ですので、この上流のところ、この両方の河川ですね、こちらの方はまあ途中まで登っていって引き返したところなんですけども、まあこちらこの辺りのところに、まあダムを作ってと、まあそういうふうなことを言ってたんですけども、ここの場所、まあ多段階的な、ダム、大きなダムを作るような形になるかと思います。今、現在地がこの奥池のところに来てるんですけども、この辺りですね、ここまで登ってくるまでがすごく高い山を登ってきていて、ここで標高はもう300メートルは、絶対超えてると思います。かなり、ものすごい坂をこう登ってきて、まあ、この奥池貯水池から流れてきてる、水が、まあ、河川になってる部分と他のところから合流してるものが河川になっていて、まあ、芦屋川となってると、まあ、こういうことになるんですが、ちょっと歩いて撮影するのはかなり危険ですので、今から帰りのバスを待ってるんですけども、帰りのバスに乗りながら、どれぐらいの高さなのかだとか、そういったことを、撮影しようかと思っています。バスの運転手さんに、撮影許可をいただいてということになります。訂正します。先ほどの位置なんですけども、この辺りまで来てたみたいです。こちらが、奥池貯水池です。まあ、時刻も今18時を回っていて、まあ、だいぶ日暮れになってきました。こちらが奥池貯水池の水がある一定の水位を来たら、まあ、自然と流れ出して、で、こちらから、まあ、芦屋川の上流ということになっていますと、こういうことですね。落差がすごくあるところも真ん中に水集めといて V の字型に、で下に一番下のところ水車で、あと一番下のところをまっすぐに成形して、少し、水車の幅に合わせて成形して、大雨の時とかですね、すごくよく回るような形で作ってみてはどうかと思います。電線はすぐ近くにあります。で、奥池なんですけども、まあ、向こうの方のところと、あと、まあ、あちらの奥の方ですね、から、合流してきている河川から水が流れてきているんだと思われます。正面から見ると、ああいう風な形ですね。あちらの方も撮影してみます。あちらが、まあ、もう一つ、上流部から流れてきている河川だと思われる、ところですね。両サイドから流れてきて、こちらに貯水池ができていると、まあ、こういう形ですだと思われます。運転手の方に撮影許可いただいて、撮影しています。標高かなり高いですね。下山していく時の道とかを見ていただいたら分かります。ところどころ電源オフにしたり、撮影状態にしたりオフにしたりします。この辺りに多分河川が流れてるんだと思います。そしてまああちらの方に続いていってるのかもしれないです。今下山してるところなんですけど、傾斜を見ていただいたら分かる通りすごく急です。
河川が続いているところになります。先ほどの滝があちらの方に流れ着いて合流していると思われます。でこちらは料金所で街並みの風景なんですけども、すごい高さまで来てるっていうことが分かるかと思います。この辺りでも300メートルぐらいあるかもしれないですね。先ほどの上に登ってた奥池のところは400メートルぐらいあってもおかしくないと思います。あちらの方にも砂防ダムが見えています。その上に多段階ダムを、作るというのも一つの例です。まあ途中まで作ってみてできそうかどうかというところですね。ただしその順番的にはこの間撮影した芦屋川のその位置の、ダムか、それより上の部分のところに関しては今河川がこちらの方に来てるんですけども、それは向こう側や加古川など他の河川が終わってから、どれもどこも砂防ダムみたいな形になってます。もう傾斜がすごくてすごくてもう一気に登ってきてる状態ですね。こちらにもまた滝が見えてきます。だからまあ場所によっては水車を設置したりだとか、まあ、下の方大きな石がたくさん、見えています。見えていました。それなりの深さのところです。でこちらをくぐって、まあ、あちらの方に続けるんですけども、まあ、あちらの方で、ダム化を、まあ、何段階かの多段階ダムを、設置するのはどうかと、まあ、こういう案ですね。ま
まあ、向こう側や加古川とか他の河川の河川水門開式玉発電とかが作り終わって、その後ですね、まあ、周りの木、かなり切っていくことになると思うんですけども、まあ、それこそまだ葉っぱがついてる木、1000本ぐらい、切ることになることになると思います。下ってるその標高とか見ていただいたら分かる通り、30メートルから50メートルぐらいの段を3段もしくは4段ぐらい、作ると、まあ、間水車を、混ぜながらという形ですね。この辺りまで来たら以前あのダムを作る位置ですね、その反対側の、方から、河川を撮影していて、水面の高さが、まあ、これぐらい、この辺りぐらいに、まあ、来るようなダム、まあ、それがこの建物の裏側ぐらいの位置ですね。こちらの建物だと思います。もしくはもう少し下かもしれません。ちょっと撮影しながら今思い出しているところです。ここまで来てようやく、この建物かもしれないですね。この間言っていたのだと思います。対岸のところから撮影してましたので、多分あちらかこちら、この辺りの建物だと思います。だから先ほど の途中で言っていた箇所に関しては、もうすでに2段目の位置に、まあ、作るような形の位置付けかと思います。今の高さで、これぐらいの標高ですね。町の風景、あ、それか以前撮影してたのはあちらかこちらの方ですね。それではそろそろこの辺で、芦屋川 の最上流の奥池貯水池までのところの、撮影を終了したいと思います。